よくわからないものだと思います。でそのよくわからないものの存在を、認めるための、道具というか、そういうものの練習というか、そういうものの代表というか、そういう意味でアートというのは存在しているんじゃないかと。でいろんなわからないものが、世の中にあるっていうことだったり、よく分かってるつもりのものも本当はよく分からないっていうことを確かめるものだったりっていうのがアートじゃないかなと思います。